はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はアーツオブアイアン4現代モッド日本プレイ続きをやっていきたいと思います。で、基本的な戦略はやっぱり東南アジアに進出しようという、さっきの第二次世界大戦と同じような思考にどうしてもなってしまっているんですが、視聴者の方からですね、まず貿易に関して少し教えていただいた点があるので、そこをまず確認しておきたいなというふうに思います。で、輸入量の調整をしていまして、ご覧のように余剰のものがいくつかあったものは整理してですね、適正なものに変えています。これによって民事工場の稼働が少し、建設の方に回って建設速度が上がるんじゃないかなということで、ちょっとまだまだね、知らない点いろいろあって教えていただけて本当にありがとうございました。この後の流れなんですが、台湾先に攻略して中継拠点取った方がいいんじゃないのとか、いろいろアドバイスはいただいてはいるんですが、中継拠点は台湾に近い沖縄を代替として使っていければいいかなというふうに思ってますので、まずはね、基礎戦力のアップを行っていきましょう。フィリピンをなんとかね、攻略するっていうところから入っていきますからね。あとはやっぱりその、フィリピンをいざ攻撃を仕掛けたときに、他国がどう動くかっていうところですよね。あとはこんな感じで今多岐にわたっちゃってるのもね、どうなのっていうのはあるんですけど、ちょっと悩ましいところではありますよね。本当にどっちがいいのかっていう観点からすると、装備の生産が多岐にわたっているのがいいのか悪いのか、普通に考えたらあんまりいいことじゃなさそうではあるんですが、師団の編成を見直して大量の武器、大量の師団を送り出していくっていう戦い方よりかは、1師団あたりを充実させていくっていう方針でちょっとね、今回はやっていこうかなと思ってますので、もう少し様子見をさせていただきたいなというふうに思ってます。で、北海道の開発が終わった後はですね、追加の研究枠を取っていくっていうところは変わらずです。で、研究枠の方もね、変わらずというか、もうしばらく1ヶ月ぐらいは変わらずかな。ミサイル巡洋艦の3が、16日約2週間後には完成してくるかなというところですね。で、生産のラインもちょっとおさらいしておくと、生産のラインとしてはミサイル巡洋艦の2を今、製造しているのを、これをね、少し3に変えていく必要があるかなというところと、輸送船団の数もね、もう少し増やしておきたいなっていう思いは将来的にはありますと。あとは建造の速度ですね。ここがどう変わってくるかというところで、今ですね、民事工場、軍事工場の順で、その後中国地方と九州の方に海軍の造船所を1個ずつ作っていきます。今後の戦力というか、その戦争戦時下体制に入ることを考慮してですね、軍事工場
増設しておきましょう。で、軍需工場に合わせて基本的には民需工場も。で、あとはそろそろ沿岸の防衛っていう意味では沖縄にね、ちょっとその海岸防衛施設を作っておきましょう。まあ、台湾とどうこうやり合うつもりはないので、台湾に対してはね、関係改善を入れておきます。で、フィリピンとアメリカの関係ってね、昔は蜜月だったとは思うんですが、最近はどうなんでしょうね。アメリカに対しては、まあ、独立保障してるし、ここはいいかな、特に何もしなくて良さそうですね。様子見をしておきましょう。あくまでも開戦した時にアメリカと敵対しないっていうこと、あとはまあアジアのもう一つの大国、インド。こことも関係の改善を行っておきましょう。まあ、中国とはいずれ雌雄を決するという覚悟を持ってはおきます。国家方針ね、前回まあ大体こういう流れでやりましょうというのは決めたものの、ちょっと厳しいよな。追加の研究枠を取った後は、一応今憲法9条の改正は終わってるので、日本の未来、ここまで突っ走ることはできるといえばできるというところなんですけど、いずれにしてもね、この陸上海上の各競技学校は入れていく必要があるので、そうなると今陸上計画、海上計画までは進んでいるので、どうかな。まずは陸上計画の方からいくと、大砲訓練、これは研究ボーナスで支援砲兵がつくと。で、幹部候補生の方はというと、陸軍士官学校の国家精神を獲得、新規の陸軍将校の開始レベルがプラス1、これ大きいよな。幹部候補学校を先に行った方が良さそうですね。同じ要領で言うと、これ護衛駆逐艦で行くのか護衛巡洋艦で行くのか、準巡洋艦モデルの研究ボーナス、これを取りに行くのかどうかだよな。ただ最終的には護衛空母、こっちに入り込んでいきたいなという思いがあるので、護衛空母と潜水計画以下のいずれかが必要なので、ここは護衛巡洋艦から護衛空母に入って、海上部隊の訓練から海上競技学校に入っていきましょう。これでいいね。まあ、最終的にはもう日本が再びアジアの盟主に立つために侵略戦争をしていくっていう基本的な戦略ですからね。さあ、では準巡洋艦のボーナスをこの後もらっていきたいなというところなので、ここは航空母艦の研究に着手する。ただ護衛空母とそのいわゆる正規空母の違いが、当時の大戦期とはだいぶ様相が変わってきてるはずなので、ここはただ航空母艦の方に入っておく。やっぱり空母あるのとないのじゃだいぶ違いますからね。じゃあミサイル巡洋艦は3の方へとアップデートしていきます。で、これに伴ってクロムが足りなくなるので、クロムを選んで輸入量を増やしていきましょう。あとは政府の刷新系だね。ここはじゃあ政治顧問を入れていく。今何が欲しいかっていうのをちょっと考えていくと、政治力が上がるのが嬉しいですよね、やっぱり。なので政治力が上がるものを
探していきましょう。消費工場がマイナス、消費財工場がマイナス 2% で政治力がプラス 5% か。うん、まあ確かに政治力プラス 5% は嬉しいといえば嬉しいんですが、あとは工場生産量プラス 10% も嬉しいよな。ちょっとこれプラス 10% は頭に入れておきましょうか。あとはこれだな、口達者、政治力プラス 5%。 あとは、待って、これ政治力プラス 10% はでかいな。いや本当に悩ましいですね。こうやって改めて整理して見ていくと、まあただここはやっぱりさっき見た財務のベテランを入れておいて、政治力プラス 5% を、いやーでもなー、いやー優柔不断が出ちゃいましたね。優柔不断が、そしてなんかを選んじゃいましたね。誰だお前は。主計証拠を入れてしまった。解任したいわ。撤回する。うわ、撤回しても何も得られないの。政治力が回復しない。完全に政治力100を無駄に使った感じになっちゃった。まあ、ただここでセーブアンドロードするのもなんなので、この失点をどっかで回復しましょう。やらかしたな。クリックしたつもりはなかったんですけどね。この失点をどこで回復するかですね。制服の正当化が完了したか。これでいつも戦争を仕掛けられるな。まあただあの平壌に、まあ、つまり北朝鮮に軍を送り込むと中国との全面戦争になるっていう状況を考えると、ちょっとまだ今その時期ではないかなというところなので、当初の予定通り、前回お話した予定通り、フィリピン攻略を最優先に考えていきます。ちなみに、パク・クネさんがまだ大統領やってますけど、このゲーム上では。アメリカによって独立保証を受けてるわけだな。ただ十式戦車行った後、十式戦車回はちょっとないかなって感じがするので、この後どこに進むかっていうのはちょっと要検討ですね。まあドクトリンの方に進んだ方がいいかなっていう感じはしますけど、北海道の開発が先に終わった。じゃあ、先に北海道の開発の次に進んでいっちゃいましょう。で、ここなんだよね。ここ今お話していたこの研究枠、次何に使っていくかだけど、戦車はちょっとないかなって感じがするんだよね。じゃあ支援装備なの？っていうところもあるし、
だったら工業系産業系やったらっていうのもあるしって考えるとちょっと難しいんですよね。まあ、ここはただ実験的ロケットにする、それとももうちょっと実用的な暗号化、ただ暗号化解読とか必要かな。研究がマイナス 2% になるっていうのがどれくらいインパクトがあるかっていうのもちょっと見極めが今の段階だと難しいですよね。いや、ここは製造機を研究していきましょう。で、研究枠は使ったので軍事工場だね。軍事工場はそしたら十式戦車に変えていって、十式戦車を少し増やしていきましょう。で、資源が不足するので、これまたクロムか。じゃあクロムの輸入量を増やしましょう。これで続きの国家方針が追加の研究枠を得た後の話ができる、ね、そうなるとさっきお話したこの陸上計画海上計画に続く道へと進んでいきましょう。このトップにあるのは武士道なんだね。武士道、なんか武士道とは程遠い感じがするけど、ドクトリン系の研究ボーナスがつくのか 15% も、これもうちょっと早めに見極めとくべきだったな。そうするとドクトリンを研究するっていう選択肢もありでしたよね、さっき。安倍さんもね、かなり今追い込まれてるんじゃないかなと思うんですけど、このゲーム上ではしっかり踏ん張ってもらいましょう。まだどこでも戦争は起きていないですよね。まあ国際緊張度も 15% 程度ですからね、まあ、どっかで戦争が起きたらどっちかに味方をして義勇軍を送って一気に経験値を稼ぎ出すっていうね、そういうこともちょっと検討していかないといけないかなとは思うので、でミサイル巡洋艦を今建造してますけど、航空母艦、まあ、つまり空母の研究が終わったら空母の建造もしていきたいので、空母の建造に必要になってくる造船所、これがね、ちょっとこれで足りるかというと不安があるので、九州の造船所を一つ増強しておきましょう。
そうか、これ見ると対軍国になっちゃってるんだな。まあ一応王政国家ですけどね、いつだったかクーデターがありましたよね。それによって一応軍事政権化したので対軍国ということになってるんだな、ここでは。まあ一応正規には対王国なんじゃないかなとは思うんですが、まあゲーム上の話ですからね。なんかイスラム国もどっかにあるとかって話でしたよね、確か。それとももうイスラム国は滅びたのかな。おっと、支援火器が来たね。ここは次の研究としてどこを狙っていくかっていうところだけど、ドクトリンにする？そしたら支援火器行かずに、支援火器の3まで来てるから、これ次ごめんなさい、4まで来てるんで5を入れるかどうかだね。いや、ドクトリンにしましょう。で、ドクトリンどれ系に進むかなんだよな。機動戦ドクトリン、優先火力ドクトリン、まあ守りに徹するわけじゃないからな今だと。ここは優先火力ドクトリンでいきましょうか。これが日本の方針というか、その戦力配備にマッチしてるかっていうと、ちょっと正直どうなんだって思っちゃうところもありますが、それだったらこっちに進んだ方が良かったのかもね。海軍戦力、まあ海軍国家でしたからね日本は。まあ、ちょっともう始めてしまった研究は一旦放置して、まあ、次のまた研究枠獲得した時にドクトリンの研究にその枠を使いましょうか。追加の研究枠今走ってますからね。いや、それにしても本当に大チョンボ、政治ポイント100を大チョンボしたのが、150かな、大チョンボしたのがもったいなかったな、今更ながらですが。まあ、ついに我々も空母の研究に着手したので、空母の建造開始が楽しみですね。
フィリピンとの戦争を想定した場合、まあ、前線基地は当然この沖縄になっていくのかなと思うので、艦隊をじゃあちょっと沖縄の方面に移動させますか。この海軍基地の方にね、日本海軍全艦隊出撃ですね、これで。あとは沖縄方面に、しっかりと航空戦力も配備しておきましょう。そうか、これは空母に乗せないと思ったような行動範囲が確保できないので待機にさせておきましょうか。この艦上戦闘機、近接交通支援 F4EJ は航続距離が短すぎるので、現状待機にしておきます。現状待機にしておくというか、これはもう解除しちゃっていいかな。ちょっとばっかりやっぱり具合が悪いというか、ここに置いておくにはもったいないかなという戦力の感じがしますね。
お、ようやく政府の刷新だな。ここはもう財務のベテランを何も考えずに入れちゃおう。さっき散々ね、さっきというか、一番最初にやらかしましたからね。さあ、では、艦上機は一旦航空基地からは消しましたというところですね。では、時間がいい時間になってきましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのアドバイス、またよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。